カンカンドンダーとかまだ動く先長いあっこれめっちゃ長いなにモノティ急にクリスピチャンネル知ってるクリスピチャンネルいやめっちゃ面白いんだよあー仕事中めっちゃ面白いめっちゃ面白いめっちゃ面白いのバチにするのやめてって何度も言ってるよねママにまた靴脱いでそこ寝そべって仕事してたでしょ家か羽ピカ、はい、羽ピカそのタオル何隠れきれてないよはい取って取ってマナティマナティはちゃんと仕事してるないはいあれこれ何あ違うんですあのこれはですねスピリッツって書いてあるね君たちねいいねいや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 、分かってるじゃないの何ちゃんと僕に言われる前に釣りスピリッツを勉強してた予習してたわけいや、素晴らしい見直したよあ僕さ、釣りスピリッツの企画やるってみんなに言ってたっけあ、感じ言ってましたよ次は釣りスピリッツやろうってあ、言ってた言ってたじゃあね、今日はね釣りスピリッツの企画を持ってきたんだけどもその前に一応いつものやつやっときましょうかはいワクワクバラエティーワクワクバラエティーワクワクの新春仕事バラエティーワクワクはい、改めまして皆さん明けましておめでとうございますおめでとうございます今日はですね、このもっとファンクをよりパワーアップさせたいと思いまして皆さんのチームワークを高めるべくこの釣りスピリッツを使ってあるミッションを用意してまいりました早速本日のミッション発表しましょうブルーホールの魚をコンプリートせよさあ出てまいりましたよブルーホールステージの魚が登場しております今日はですねみんなで協力して全部釣っていただきますえ、ちょっと待ってください全部釣らないといけないんですかそう言いましたね全部釣っていただきます私完璧主義なんでね全部釣らなかったらどうなるんですか全部釣らないとかないんです釣るんですえそれはつまり、はい、今日はこの魚全部釣らないと退社できませんいいですか釣らないと退社できませんそうは言ってもね、こうやってね、みんなに厳しい課題ばかり与えて無知ばっかり打ってるのもどうかと思いましたんでちゃんと飴もご用意してまいりましたお、はい、いいですかこのブルーホールステージの名物はこちらモンスターアンコウ、はあはあ、こちらでございますこのモンスターアンコウにちなみまして本日一番頑張った MVP の方1名様に私岩地課長からアンコウ鍋をご馳走しますアンコウ鍋アンコウ鍋ドジョウ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 いいね突っ込むね、アンコウ鍋目指して頑張っていただきたいと思いますよ、はいはい、あとねここ見てここ、はい、カッパの金一っていうのがいますかわいい、ね、カッパちゃん釣った人にはキュウリを差し上げたいと思いますキュウリ頑張るぞということでね、皆さん頑張っていただきたいと思います果たしてもっとファンカの面々は全ての魚を釣り上げることができるのかそして MVP は誰の手にあとザッキーは今日太鼓叩く予定はないから制服に着替えてきてくださいかしこまりましたさあということでそれでは早速行ってみましょうさあそれじゃあ始めていきますけどまずはねみんなノーマルロッドでいきましょうノーマルロッドまずはね実際に魚を釣った方こんなの用意しましたおかわいい
ゲットシールです。このシールを、釣れた魚のところにペタッと貼っていってください、はいはい、で最終的には全部これに埋めていきたいということですね。なるほど。さあ行きましょう。竿を抜いてノーマルロット。いけー。どれが自分のやばって大事でした。大事でした。どんどん行こう。早くない。どこ。よし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 。派手なの来た。逃げ込まない。あー逃げられた。あー負けてた。セミフォーム。セミフォームもう誰か取ってるよ。リュウグウ厳しいな。カナカ君、よっしゃここで竿を1レベル上げましょう。スーパーロット、スーパーロット、スーパーロット解禁しましょう。よし終わると思った。いくよ。スーパーロットで行ってみよう。アンコールで、アンコールで、だいぶ残ってるね。リュウグウノツカイがさっきからかかるんだけどね。あーどうも釣れないで、ね、まだ見れてないですね。それじゃあここからはね、レアなやつも捕まえていかなきゃいけませんので、はい、もう一個ロッド上げちゃいますか。おーウルトラロッド行きましょう。ゴーゴー。かっこいい、かっこいい。強そうですね。強そうでしょ。あーうつぼ、クラゲ、あ、いった。クラゲまだ取れてないよ。オッケー。5種類釣ろう。5種類。よしみんなとにかく釣れ。よいしょ。あ、魚箱。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 やった。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 なんかいいじゃない。なんか来た。ゴールの赤崎来ました。早い早い。誰か取ってる。誰、僕が取ってる。誰か取ってる。普通の赤崎取った。普通の赤崎。あ、いいねいいねいいね。私 MVP 以外で。エリック。いいっすよね。クラゲはもう釣れてるよね。おいしそう。
もう怒った、もう怒った。レジェンドロッド行きます。レジェンドロッド解禁です。課長に続け、課長に続け。ナポレオン、いやいや、もう来ていただきました。レジェンド強いですよ。シシャもまだ僕見てないんだけど。そうなんですよ。宝箱、あ、金の宝箱、よし、来た。おー、すげー、すごい。モンスタークラス、モンスターできました。いや、でもこんなにモンスタークラスが普通に強い。レジェンドロッド、あとはあと1、2、3、4、5種類だよ、みんな。いや、めちゃめちゃそんな雰囲気がありますけどね。こっからはですね、最強のデビルロッドを含め全部のロッドを解禁します。よーし、もしかしたらシシャモみたいな小魚つるにはノーマルロッドとかの方がもしかしたらいいのかもしれない。なるほど、おのおのの判断に任せます。チームワークで全部釣りましょう。いや、一瞬で釣れますよね。やばい、デビルやばい、すごいわ、ね、一瞬デビルやばいな。あ、すごい、またゴールだ。シシャモはあれだけ群れで泳いでるんだ。そうです、細かいやつ。これダメか、シシャモの群れ越え。またクラゲ、クラゲ、あ、これ効いた、ホーラー予測だ。みんな宝箱来ないかな。宝箱欲しいね。待ってるよ、待ってるよ。無事ゲットいたしました、さあということで表彰式に移りたいと思います。まずはですね、こちらですね、カッパの金一釣り上げた方がいらっしゃいました。はい、マナティーです。おめでとうございます。後ほどキュウリを差し上げたいと思います。キュウリもらえるんですか。はい、お待たせいたしました。 MVP の発表でございます。 MVP は銀の宝箱フグを釣ったザッキーです。
もこの1匹かなり苦戦しましたから、もうこれを釣った瞬間に今までのみんなの功績吹き飛びました。それは全部忘れました。はい、さっきおめでとう、あんこ鍋食べてきてください。ありがとうございます。さあ、ということで本日はここまででございます。皆さんまたワクワクバラエティもっとファンカでお会いしましょう。それでは皆さん、今年もよろしくねー。